と喉変だなと思ったら秋だよ。そう、全然疲れてはない。なんかね、今のところね、眠いとかもないんだよね。うん、よかった。しかね、なんか子供体質というかね、しかの明日のスケジュールいつ出すん。あ、いつ出したらいいですか。それちょっと思ってたんだよね。どのタイミングで出したらいいんだろうと思って。どのタイミングで出すのがベストですかね。なんか多分配信終わるごとにありがとうございましたっていうのと、次の時間とお願いしますっていうのを755でね言ってるんで、ループする。嘘、動いてるよ。おー、動いてるよ。イエーイ。あれ Wi-Fi 変え、なんかその線なんかわかんないけど、あ、大丈夫だって。あ、じゃあ一回切ってみるといいかもしれないです。もしかしたらフジッピさんだけのかもしれないので、そう、一回ちょっと配信閉じてみて、もう一回開いてみてください。ラストで話す、まあ、そうですね、ラストが一番いいかなとは思うんですけど、分かりやすくて、うん、なんか前髪が目に入る前髪が目に刺さる。うん、ちょっと今じゃあ一回ざっくり言うね。ざっくり今ちょっとざっくり言うと、明日の予定をちょっとまああとで755で出すつもりではあるんですけど、まあなんとなく聞いといてください。1回目が6時半から7時、30分を6回します。はい、6時半から7時です。で2回目が9時半から10時、で3回目が12時半から13時、で4回目が17時30分から18時、で5回目が20時30分から21時、で6回目が23時30分からラストまでとなっております。一応そのネットで見たやつをそのまま持ってきてるんで、捨て星とかこの時間までに星集めてねっていうのも一応これね書いてあるので、よかったら参考にしてくれたら嬉しいです。8時45分に捨て星してくださいとか、そう、この時間までに星集めといてねとかいろいろ一応書いてあるので、はい、これが基本的に2日から6日の予定のつもりです。はい、2日から6日多分変わんないです。はい、お仕事は今のところ入ってないので、はい、うん、大丈夫。きっと私の予定もね一応ないので、2日から6日はこれで行こうかなと。234もう一回お願いします。はい、2回目が9時半から10時で、3回目が12時30分から13時で、4回目が17時30分から18時ですね。はい、そうですね、一応全部3周できる間隔で組んであります。はい、なのでできる方は3周分かるよっていう方はしてくれると嬉しいです。私は分かんない方もなんとなく一応星集めてこの時間に捨て星してくださいっていうのは一応全部書
書いたので、はい、捨て干しの時間とこの時間まで星集めてねっていうのは一応書いたので、あのそれを参考にしていただけるといいかなと思います。お願いします。はい、まあざっくりこんな感じです。ちょっとあの一応あとで755に貼るんですけど、なんか間違ってたらごめんね。間違ってたらあの755でここ光るんちょっと違うよとか、これこうなんじゃないのっていうのを教えていただけると嬉しいです。あの私も正直あの全部が全部分かっているわけではないので、あの一応ネットの見てあの組んで、ネットのね持ってきて組んでますけど、はい、ちょっと分かんないので、ちょっともし間違ってたらこっちがよってあの優しく優しく教えていただけると嬉しいかなと思いますはい、まあ、ということで何話すみんな、あとで、あ多分ね次の回にね梅ちゃんが来ます、まあ、梅ちゃんが来ますって言ってもまあひかが配信してる横で寝てるだけだと思うんですけど、まあ少しお顔見せるかなと思います。かわいこちゃんが来ちゃうよ、もうみんなメロメロになっちゃうと思うひかはい、梅眠いんじゃない？そう、もうあの私と一緒に寝るので、はい、とりあえずもうちょっとしたらいつもなんか2階にね連れてきて私の部屋でくつろぐ時間なので、はい、あとで配信終わったら連れてこようかなと思ってます。こんばんは梅ちゃんね、かわいいかわいい梅ちゃんがお顔を見せます、かわいいんです最近ねあのトリミングも行きましてさっぱりして、またさらに可愛さが倍増しております。まあいつもね可愛いんですけれども、マシマシになっておりますので可愛さマシマシです。こんばんは、なんか前髪が変だよね、なんか前髪がすっごい変な風に割れる。こんばんは、さっきから触ってるから、いやなんかね時間が経てば経つほどタバ感が出てきちゃってタバ感ね、悪いことではないんですよ、タバ感は悪いことではない、悪いことではないんですけど、私のタバ感なんかおかしくない私のタバ感ちょっとおかしくない、そうちょっと串タバ感、そうなんかそのタバ、あの結構男性とかでもあの束にしてねちょっとセットする方とかいるんですけど、あれ言いません、束感って、あみんなハテナあれみんなハテナだった、あの束、束髪の毛をね束にしてなんかちょっとセットするんですよ。そう多分猿吉さんのその字で合ってるかな、タバカンって感じで考えたことなかったな、うん、サバカン違うよ違うよ、それはタバカンっていうのは本当にもう束でワックスつけてセットしちゃうんですよ。そう、多分ね束感って調べたら出る、カバさんではない、石川動物園にねあの光くんっていうね小人カバがいるんですよ、大好きなのっていう情報を入れとく、石川動物園行ったら探してみてください。束感って本当にネットで検索したら出る出る、あ5位になった、ありがとうございます。
ね、聞いて、そう、今思い出した、今かゆくて思い出したんだけど、あのね、足に最近ニキビができちゃったのね。まあ、ニキビかなんかいまいち分かんないやつなんだけど、で、まあ、痛かったから薬を塗って絆創膏しといたのね。そう、なんか触れないようにちょっと割れちゃって、そうだから痛くならないように薬をたっぷり塗って絆創膏しといたら、なんか綺麗に絆創膏の跡だけかぶれちゃって、私多分ね、普通にニキビみたいなやつがねたまにできるんですけど、膝とかに、膝、うん、めっちゃ痛いんですけどそう、マジで本当に絆創膏の部分だけ綺麗にかぶれて、絆創膏の跡のなんかその赤い、なんていうんですか、かぶれた跡ができちゃってて、そう、かゆかったの。やっとね治ってきたんだけど、まだかゆい、今ねかゆくて思い出したそう、本当に皆さん気をつけてくださいねたまにない、なんか足とかに絆創膏貼ったらなんかかぶれちゃったみたいな。たまにね、なんか、まあ、めったにないんですけど、たまに来るんですよ私。絆創膏かぶれますかって聞かれる。うん、絆創膏で基本的にかぶれない。指とか腕とかならかぶれたことない。足だけですね。足なんか、もう足に絆創膏貼ることなんてもうめったにないんですけどね、なんか小学校の時はよう転んで絆創膏してましたけど、なんかたまになんかね貼るとね、すっごい痒くなるの。いやーね、ね、たまにしかもう貼らんよね。しかもね、ももに噛まれた時くらいしか貼らんのよ。でもたまにガードをするという意味、なんか触れたら痛いから、何かに触れると痛いからガードをするという意味で絆創膏をする時があるんですよ、お薬を塗って。そう、それでちょっと今回見事にね、貼る部位によるんかな、ちょっと多分私足に貼っちゃいかんのやと思う、もう足に貼っちゃいかんのやと思う。この前ね、指にね貼ってたんですけど、なんともなくて、そう、ももに噛まれたところ、ももに噛まれたところ治ってきたの。ほら、治ってきたの。ちょっとここはね、もう赤いの取れないんだけど。これ中かな？中で固まっちゃったね。そう。ね、なんかね、一回ね、すごい痛い話をすると、まあなんか学校に帰る時にね、まあ、下りの階段が結構長めの階段があるんですよ。で、私いち早く帰って友達と遊びたい人だったから全力で走って帰ってたのね。あ、28分ありがとうございます。そう、全力で走ったら、なんかその階段にね、大きい溝があって、まあしかも足先入るくらいの溝にはまってガーン行って顔面ぶつけてダーって血出てそれかな、もう一番ひどかったというか一番嫌だった怪我、顔だったんですよ。顔だったから本当に、ま、痛かったのとマジで恥ずかしかったのと、ね、でなんか別に傷跡残ってるとかではないんですけど、なんかまあ傷跡治るまではあるわけじゃないですか。すっごい恥ずかしくてめっちゃ嫌だった額かな、なんかもうとりあえず顔面全体いったんですよ、バンと。そう、すごかったの、あれ。楽しい思い出ですか。まあなんか今思えば、まあいい思い出なのかないい思い出なのかなとは思いつつ、はい。まあということで、ちょっとね、ちょっとランキングいきますね。でもないですか、小さい頃に、なんか一回はない、すっすごい大怪我みたいな、大怪我というか派手に転んでめっちゃ怪我しましたみたいな、絶対あると思うんだよね。はい、ランキングいきます。13位谷口ひろきさん、12位トキピタさん、
11位ギャルサーと7レンジャーさん、10位テーマさん、9位ランタンさん、8位ナナタさん、7位食べられま船長さん、6位トシヤと7レンジャーさん、5位プリーツァとヒカチューブさん、4位ところてんヒカチューブさん、3位カッキー焼き鳥連合オレンジかヒカルの応援できてるかなさん、できてますよ、ありがとうございます、本当に嬉しいです。はい、そして2位サトちゃん、1位ユータとヒカチューブさんです、ありがとうございます。ギフトいきます。ユータさん、サトちゃん、ダブリューワイヤーと影の守護神さん、カッキーさん、ニャンキチさん、ウドさん、あ、画面がなんか急に暗くなっちゃった、待ってくださいね、今下の方にね、下の方に下の方に向かっておりますので、少々お待ちください。はい、炎上さん、ところてんさん、ゆうたさん、くじっぴさんですかね。はい、ありがとうございます。はい、顔面ダイブはないですよ、あれあれ滑り台から落ちたことある、やっぱりあるよね、流血した、流血した、そう、なんか結構いるよね絶対、なんか光の友達とかでもいましたよ、なんかやっぱり自転車でドブに落ちちゃったみたいな、自転車慣れない中乗ってたらドブにタイヤ入ってそのまま倒れて膝思いっきりすりむきましたみたいな、結構いましたよあ、ドブって伝わらないんだっけ、溝水が流れている溝みたいなところですね。五十光るんをお届けしました、ありがとう。滑り台から落ちて以来滑り台あらあらわかる、あ、よかったよかったよかった、速攻、あ、速攻かな、うん、よかった。なんか一回なんだっけ、ドブかなんか、あ、ドブソだっけ、なんか言ったら伝わらなかったんよ確か。あ、情報技術研さん、ありがとうございます、32分ありがとうございます。はい、ということで皆さん、5回目も配信見に来てくださってありがとうございました。そして星ギフトカウント本当にありがとうございました。はい、そして次はね22時14分からなので、ぜひまた皆さん見に来てくれると嬉しいです。応援よろしくお願いします。はい。それではまた後で会いましょう。バイバイ。ありがとう。溝でええやん。なんかでも溝ってなんかすごいちっちゃいイメージがあって、あれ？私だけかな？はい、ありがとうございました。また後で会いましょう。またね。